休憩前に引き続き会議を開きます。これより第82号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第82号議案、社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告通り決するとと決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は委員長の報告通り可決することに決しました。これより第83号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本案に対する賛成討論の発言を許します。橋本議員。橋本由美子です。第83号議案、多摩市の保育の実施に関する条例の制定について、日本共産党多摩市議団を代表して可決の立場で討論いたします。この条例は子ども子育て支援法においても児童福祉法第24条1項の認可保育園等においては、保育を受ける権利を市町村が保障するという仕組みが維持され、それをこの条例を作ることによって明文化するものです。新制度には様々な問題点がありながらも、保育を公の仕事として位置づけ、保育の平等性の原理、最適な保育環境の維持、保育の量とともに質の確保などを今後も多摩市が率先して進める役割を果たす重要な根拠となるものです。新制度については、多摩市子ども子育て会議でも明らかになったように、入り口は日本の財界からの要求に基づく経済対策であり、出口は財政の裏付けを消費税増税に求めるものであるという点は、この際、明確にしておかなくてはなりません。新制度にはこうした弱点があることを十分に認識し、保育行政を進めていかないと、スタートと同時につまずくことにもなりかねません。保育の必要性という点では、障害を持つ子どもさんや育児休業中の上の子の保育、給食中など、保障されることは当然であり、優先順位の中で結果として不利な扱いにならないようにするためには、やがては少子化で子どもが減るからなどと、事業計画における保育ニーズを抑えていってはならないと考えます。入り口は経済対策と申し上げたのは、保育を儲けの対象とみなす動きが全国的に見てもすでに展開され、施設や事業の多様性などという言葉のもとに、経済格差が保育内容の格差につながったり、儲からなければある日、保育所が突然閉鎖になるなどの事態も出ています。私たちが営利企業の参入を問題視するのも、こうした事態を多摩市で起こしてはならないという思いからです。また、消費税を財源とする考え方では、当面増税が先送りされた中での新制度スタートでは、別途財源を確保することは当然であり、多摩市としても強くその要求をする必要があると思います。公定価格等に影響が出たり、保育士の処遇改善手当分が確保できないなどということは、絶対に許されないことです。このあと84号議案では、新たな考え方で保育料の徴収条例が定められます。しかし、新制度においては、保育料以外の徴収を可能とする考えも示されており、徴収範囲が広がれば、出せないこと、出せることという格差も起こりかねません。子ども・子育て支援法59条にある、保育に必要な物品や時間外保育などに対する市町村の助成を行うことができるという規定も生かし、誰もが必要な保育を受けられることを自治体としても保障することも重要です。以上申し述べ、多摩市保育の実施に関する条例の制定についての可決の討論といたします。次に、法案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第83号議案、多摩市保育の実施に関する条例の制定についてを挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
挙手全員であります。よって本案は委員長の報告通り可決することに決しました。これより第84号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第84号議案、多摩市特定教育、保育に関わる利用者負担に関する条例の制定についてを挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告通り決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって法案は委員長の報告通り可決することに決しました。これより第85号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第85号議案、多摩市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告通り決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって、法案は委員長の報告の通り可決することに決しました。これより第86号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず、法案に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に法案に対する賛成討論の発言を許します。小林健一議員。小林健一です。第86号議案、多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例案について、日本共産党多摩市議団を代表して可決の立場で意見を申し上げます。学童クラブ事業、つまり放課後児童健全育成事業の量と質の拡充についての長年の全国の学童クラブ関係者などの要求が実り、学童クラブの量的質的改善を図るための制度的保障が国の基準として整備され、多摩市としてはこの条例及びこの後議題となる多摩市学童クラブ条例改正案として具体化されることになったことは喜ばしいことであり、大きく評価したいと思います。その上で次の2点について指摘をしたいと思います。1点目は学童クラブの対象者です。これは多摩市の条例では、先ほど述べた多摩市学童クラブ条例の一部を改正する条例案の中で、従来の小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童から小学校に就学している児童に改められ、ただし小学校の第5学年または第6学年に在籍している学童については、市長が特に必要があると認めるものとするという、ただし書きがつけられる形で明記されています。しかし、各学童クラブの定員によって入所が制限され、実際上は4年生以上についてはほとんど希望しても入所ができないのが実態です。児童には大変大きな個人差があります。少なくとも対象となる児童と保護者が希望する場合には、国の参照基準とこの改正学童クラブ条例通り、入所できる環境づくりに努めるべきではないでしょうか。特に学童クラブの保護者などがこの間、要求してきた障害を持つ児童については、そのことが特に必要だと考えます。もう1点は、40人を1つの単位とするということです。条例上は第10条第4項で、1つの支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とするとなっていますが、実際には多摩市では同じ学童クラブの施設内で40人の塊を1つの単位とするために、学童クラブによっては複数の40人を支援の単位とする塊ができることになります。これで本当に国の参照基準の意図するところ、つまり40人以下を支援の単位とすることによって学童クラブの質の改善を図ることを実現できるのでしょうか。以上指摘した2点を解決するためには、やはり今後の問題として学童クラブの施設数そのものを増やす以外にないと思います。以上申し上げて可決の立場での意見討論といたします。次に法案に対する賛成討論の発言を許します。
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第86号議案、多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって法案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第87号議案に対する修正案を含む討論に入ります。討論はありませんか。まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。原案に対する賛成討論なしと認めます。次に、原案及び修正案に対する反対討論の発言を許します。原案及び修正案に対する反対討論なしと認めます。次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。原案に対する賛成討論なしと認めます。次に、修正案及び修正部分を除く原案に対する賛成討論の発言を許します。岩永議員。岩永久香です。ただいま議題となっております第87号議案、多摩市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、いろはの会を代表し、修正案可決の立場から修正部分に関連し、意見討論いたします。市側の提案内容である学童クラブ費の見直しについては、2000円の増額であり、現在5000円の学童クラブ費を7000円とするものでした。市側の説明によれば、学童クラブ費については、昭和57年と平成2年における見直しを実施しているとのことですが、実に25年間も見直しを行わず、現在に至っていることが明らかになりました。時代環境が変わっていることを思えば、長期にわたって見直しがなされてこなかったことを驚く一方で、それだけ市の財政力が高かったことや、子育て行政に対する手厚さをうかがい知ることができるでしょう。ぜひ今後も子育て行政の水準の高さを維持していきたいものです。さて、現在の学童クラブ事業運営費全体から見た利用者負担割合は約 10% 程度であり、都内26市との比較でも低い水準にあるとの説明でした。しかし、多摩市の学童クラブは、例えば障害児に対する手厚い人員配置をはじめとし、子どもの育ちを支えるために質の高さが保持されているため、単純に金額だけの比較では測れないと思います。単に予算総額と負担割合だけで考えるのではなく、手厚くなっている人員配置への加算をどう位置づけるのかなど、捉える視点を整理し直し、改めて費用分析をしてみる必要があります。その上で、個々個人の利用者負担を議論しても良いと考えています。今回は特定教育、保育に関わる利用者負担の考え方との整合性を図り、新たに市民税非課税世帯の学童クラブ費は無償にするということであり、この点は評価できます。しかし、所得階層別の費用設定は今後の残された課題です。また、所得の格差が広がる今の状況を是正していく視点も不可欠です。昨今の厳しい状況の中で、子育て世代が抱えている実態も照らせば、やはりもう少し丁寧な見直し議論と提案が欲しいところです。金額設定の妥当性を論じる際には、加味するべき複層的な観点を持つべきだと考えます。以上により、今回の金額改定にあたっては、利用者負担割合の適正化の視点から、増額改定する方向は支持するものの、個々個人の利用者負担額として見直す金額については、当面1000円とすべきが妥当と判断し、激変緩和的対応を求めたいと思います。今後、金額の設定を見直すかどうかは別にしても、適時適切に、もしくは定期的に利用者負担割合の適正性を判断しながら、個々個人の負担金額の在り方も見直していくことが望ましいと申し上げ、本案に対する修正案可決の討論といたします。
次に修正案及び修正部分を除く原案に対する賛成討論の発言を許します。修正案及び修正部分を除く原案に対する賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第87号議案、多摩市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定についての採決に入ります。法案に対する委員長の報告は修正でありますので、まず委員会の修正案を挙手により採決いたします。本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本修正案は可決されました。次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について挙手により採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案の通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって修正議決した部分を除くその他の部分は原案の通り可決されました。これより26陳情第15号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。新谷議員、2番新谷高美です。26陳情第15号、多摩市立八ヶ岳少年自然の家の在り方に関する陳情書について公明党を代表して採択の立場で討論します。昨年11月に市が出した多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム41ページを開けば、八ヶ岳少年自然の家は平成28年に移管または廃止との冷たい文字が浮かび上がっています。八ヶ岳少年自然の家は昭和54年11月に建設され、昭和55年5月に開設された施設で35年の節目を迎えます。建物は老朽化し、安全面を考えると改修も必要です。改修費にはおおむね3億円、本施設の維持管理費は年間約1億1000万。この施設、確かにお金をかければ存続できます。ただし限られた財源の中で無理をすれば、そのツケは子どもたちに回ります。現状のまま維持できないとの市側の見解もある程度理解はします。しかしこの施設は35年の間多くの子どもたちが利用してきました。中には親子2代にわたり利用している家庭も数多くあります。小学校時代の一番の思い出はと聞かれ、この八ヶ岳少年自然の家を挙げる方もたくさんいらっしゃいます。現在でも数多くの子どもたちが利用している施設です。市側がこの少年自然の家をフレンドリー富士見と合わせて民間活用の検討を NPO 法人日本 PFI-PPP 協会にしました。評価結果は、運営権設定に応募する企業はほぼなく、現実性は高くないとの報告でした。この報告を受け、市側は存続について諦めてしまったような感じを受けます。たった1社のこの報告を受け諦めてしまって良い施設なんでしょうか。現在のところ富士見町との協議のみで、それ以外へのアプローチをしているというアプローチをしているようには見られません。また陳情者が述べているこの施設が担ってきた数多くの役割、この施設がなくなった後どのようにしていくのか、その費用はどのくらいかかるのか、現在この施設の維持している費用とどのくらい差があるのか、ほとんどの市民には説明されていません。その金額をきちんと出し、代替案と比べて存続に向けての道筋も新たに考えられるのではないでしょうか。陳情者が望んでいるのは廃止ありきではなく、市と市民が共に考え、今までこの施設が子どもたちに与えてきた素晴らしい教育を、未来を担う多摩の子どもたちに
これからどのように提供していくのか、そのためにこの施設の存続も選択肢の一つとして検討してほしいという願いです。市側にはぜひとも子どもたちの未来を市民と共に考え、陳情者が望む慎重な対応をお願いし、採択の討論といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。小林健一議員。小林健一です。26陳情第15号、多摩市立八ヶ岳少年自然の家の在り方に関する陳情について、日本共産党多摩市議団を代表して、採択の立場で意見討論します。まず陳情理由では、少年自然の家の施設、役割としての特徴を3点にわたって挙げていますが、今年5月に子ども教育常任会と有志の議員で行った現地視察の視察報告で、私もすでに述べておりますけれども、一つは市内の小中学校の移動教室やスキー教室など事業、つまり学校教育の場として、二つには青少教など青少年団体による社会教育の場として、三つには一般の人々のリクリエーション、宿泊の場として大いに活用されていると考えます。まず学校教育に果たしている役割で言いますと、1、比較的容易に学校のスケジュールに合わせて利用ができる、2、実際の利用に備えて容易に下見ができるという2点については、一般の民間宿泊施設、または他の自治体の自然の家を利用するときには、不可能か、または極めて困難ということになるのではないでしょうか。次に、青少年団体の利用という点では、陳情にあるとおり、多摩市で唯一の宿泊を伴う青少年のための社会教育施設であり、また多様な事業が取り組まれております。次に、一般の利用という点では、現在の指定管理者である富士見町開発公社による主催事業などでの利用は、なかなか好評なのではないでしょうか。この実情に対し、市教育委員会と市長は、財政上の理由から移管または廃止するとしているわけですが、これは大別して、利用料の収入の減と老朽化対応の財源確保にあると考えられます。まず、利用料収入の減への対処ですが、この間、指定管理者によっても、経費節減と利用者増の方策について、一定の改善努力がされてきたと思います。今後、指定管理者の努力によって、ほかに受託している施設との包括的な経営の工夫、また、現役高齢者をはじめ、一般市民の利用を増やす、大部屋の長所を生かす、市内の企業、大学による研修などでの利用を増やすなどの方法で、一般の利用者増を図る方策を考えるべきだと考えます。2つ目には、施設の老朽化についての対応ですが、これには一定程度の経費がかかります。しかし、冒頭に述べたように、私はこの経費を負担してでも、学校教育、社会教育には欠かせない施設として維持すべきだと考えます。子ども教育常任会での議論の中では、学校教育の観点からも、社会教育の観点からも、この種の施設は必要だという点では一致をしました。しかし、この種の施設を自前で維持すべきかという点では意見が分かれました。確かに老朽化対応の経費はかかりますが、例えば目的をはっきりさせた市民ファンドや寄付の募集など、全国の自治体でも取り組まれている経験に学んで、努力をしていただきたいというふうに思います。以上申し上げて、意見討論といたします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。岩永議員。26陳情第15号、多摩市立八ヶ岳少年自然の家の在り方に関する陳情書について、委員長報告は採択でした。いろはの会を代表し、趣旨採択の立場から意見討論いたします。本陳情は、多摩市公共施設の見直し方針に示された多摩市立八ヶ岳少年自然の家の方向性について、改めて市民や関係者の意見も聞きながら、存続も重要な選択肢の一つとして慎重に対処してほしいと願い、提出されたものです。
見直し方針では、現在の指定管理者である富士見町開発公社との契約年限である平成27年度末を一区切りとし、場合によっては廃止という苦渋の決断も視野に入れた方向が示されています。それに対し、慎重に慎重を重ねた対処を願う陳情者のお気持ちは十分に理解できるものです。現に八ヶ岳少年自然の家は、単なる宿泊施設ではなく、社会教育施設として、小中学校の集団宿泊活動、野外活動などでも多く利用されており、また学校の長期休暇の際には、青少年団体からも有効に活用されています。この場所で多摩市の子どもたちは、自然に触れながら、何にも代え難い学びを得、集団生活を通じても大きく成長を遂げる機会を得てきました。本施設が果たしてきた役割の大きさ、重要性は誰しもが認めることだと思います。立地環境の素晴らしさ、充実した施設は、多くの子どもや利用してきた市民の方々からの評価も高いこともまた事実です。しかし、施設の将来性については、安全な施設の存続、維持管理を含め、経営という視点から、やはり現実的な検討と選択が迫られると思います。社会教育施設としての存続可能性はすでに限界が見えています。現に今年度決算特別委員会でも議会評価の対象事業としましたが、将来にわたって社会教育施設として存続することの難しさを私たち議員も改めて確認したのではないでしょうか。陳情で求めている社会教育施設の存続という選択肢については、議会としても一定慎重に審査されたと考えています。今後の方向については、八ヶ岳少年自然の家が立地している富士見町、および現在の指定管理者である富士見町開発公社との協議を経て、最終的には友好都市として築いてきた信頼関係のもと、現実的な選択をすべきと考えています。公共施設の見直し方針は、こと本施設の問題に限らず、お金だけで測れない意義や価値をどう政治的に判断していくか、まさに数値では測れないところにある哲学が問われているのだと思います。すべて必要があって、税金が使われ、建設され、そして維持してきた施設です。どの施設も数値では測れない価値と意義があるのです。でも、その価値や意義については、個々個別施設の持つ固有性のみならず、他の施設なども含めての相対性からも合わせて判断していかなければならない場合もあるのです。今、私たちが直面しているのは、相対性の観点から、その施設の持つ価値や意義を判断しなければならないという現実ではないでしょうか。そこを避けて通ることはできないと考えます。その相対性の判断は、協議と対話の上になされていくのだと考えています。多摩市立八ヶ岳少年自然の家の今後の方向性については、小中学校における集団宿泊活動や野外活動の今後の展開、青少年、社会教育団体等の利用などについても十分な考慮をし、最終的な決断が下されていくべきと考えます。以上申し述べ、趣旨採択の討論といたします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより26陳情第15号、多摩市立八ヶ岳少年自然の家の在り方に関する陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告通り採択することに決しました。これより26陳情第23号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。板橋議員。9番、板橋茂です。26陳情第23号、唐木田図書館の存続を求める陳情について、
日本共産党多摩市団、多摩市議団を代表し、採択の立場で討論します。かつて落合から西の地域は図書館過疎地域と言われていました。唐木田など文教地域と言われながら集会施設すらないなどの声も聞かれていました。その後、暫定ではあるが図書館本館が西落合中学校跡地に、さらにコミュニティセンターとともに唐木田図書館ができ、ようやく図書館過疎地域ではなくなったと思ったら、4年も経たないうちに図書館廃止の計画です。これでは市民が納得できないのは当然です。市の図書館構想は、現在の7館のうち地域図書館4館を廃止し、多摩センター駅、永山駅、桜ヶ丘駅の3駅周辺に充実した図書館をというものです。しかし、地域図書館4館廃止計画をめぐっては、本陳情をはじめ、3館から存続を求める陳情が議会に寄せられました。市民からは、近くにある図書館こそ大事だとの声が広がっています。陳情者も、近くに図書館があることで、幼児やお年寄りが気楽に利用できるし、働く人も休日に足を運ぶことができると、身近な図書館への思いを語っています。さらに、図書の貸し出し、返却の機能があれば良いというものではありません。実際に図書を手に取って、目で見て、選んで、閲覧できてこその図書館です。社会教育を推進する上での拠点ともいえる図書館を、地域の中で育てる取り組みこそ推進すべきことを指摘し、採択の討論とします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。加藤議員。27番加藤松雄です。ただいま議題となっております26陳情第23号唐木田図書館の存続を求める陳情に対し委員長報告は趣旨採択であります。私は本陳情に対し採択すべきとの立場で意見討論申し上げます。図書館は老若男女誰でも使える最も開かれた公共施設です。また公立図書館は図書館法に基づき地方公共団体が設置し、教育委員会が責任を持って管理・運営するとする図書館であります。多摩市の図書館は昭和48年の開館以来、いつでもどこでも誰にでもとの考え方のもと、中規模図書館を市内各所に整備してまいりました。平成25年度の個人貸出者数及び貸出冊数は、唐木田図書館が5万850人の13万3740冊、ちなみに東寺方図書館が3万5194人の10万611冊、豊ヶ丘図書館は6万2875人の16万8436冊、聖ヶ丘図書館が4万2516人の11万1715冊となっています。市が多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムに基づき、廃止しようとしている地域図書館4館の個人貸出者数及び貸出冊数の合計は19万1435人の51万4552冊と、全市における個人貸出者数及び貸出冊数の及びおよそ 30% を占めているのであります。これだけ多くの市民に利用されている現状を鑑み、まさに一時しのぎの政策ではなく、長い目で見て、唐木田図書館など地域図書館を廃止することが本当に得策なのか、今後、利用されている市民の方々とさらに協議を重ねていくことが重要ではないかと考えます。ましてや、唐木田図書館は唐木田地区の市民の活動拠点として建てられた唐木田商務館に位置し、小見線児童館とも連携しながらお話し会や本の紹介を行うなど、地域に密着した図書館として、平成23年4月に開館したばかりであります。わずか4年足らずで廃止を決定するなら、まさにこれまでの施策は失敗であり、当然し行政の責任はもとより、私たち多摩市議会の責任も問われてしまいます。
なお、本陳情に署名された市民の方はすでに676名に上ると聞きます。さて、日本は図書館後進国であります。日本には2655館の公共図書館がありますが、人口10万人あたりの割合で考えると、日本は 2.1 館であるのに対して、アメリカは 5.8 館です。他の国々との差はさらに大きく、日本はドイツの8分の1、カナダの5分の1、イギリスの4分の1に過ぎず、それどころか下から2番目のイタリアに比べても半数ほどです。日本では依然として55% の町と 84% の村に公共図書館がないのであります。世界の主要都市では、公共図書館がその都市の文化の高さを示す象徴として捉えられ、最先端の情報技術を導入した図書館づくりが進んでいますが、残念ながら日本はそうした流れから外れていると言わざるを得ないのであります。この指摘は決して他人事ではありません。まさに市民の知る権利を保障することも公立図書館の重大な責務であることを考えると、私たちは多摩市内のいかなる地域に住んでおられようとも、図書館利用から阻害される人々を極力出さないといった最大限の努力も必要ではないかと申し上げ、本陳情に対する採択の意見といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。新谷議員。26陳情第23号、唐木田図書館の存続を求める陳情について、公明党を代表して、市採択の立場として討論いたします。多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムだけを見ると、図書館業務の縮小、活字と市民の引き離しとしてのメッセージとしか市民には伝わりません。この度陳情された方々の身近な図書館をなくさないでほしいとの願いは当然のことと受け止めます。ちょうど1年前、図書館について参観構想を打ち出され、直後の12月議会にて、私は一般質問で、図書館に専門性の高い資料を揃え、それを PR することで、その町のイメージを作れること、また図書館ボランティアの活用で市民に愛される図書館づくりの事例を紹介し、図書館を町づくりの発信の場として提案させていただきました。その時、安倍市長は、図書館はシティセールスの大きなステージの一つだと、熱い思いの答弁をされました。さらに市長は、地元の企業や先進的な知見を持っている人たちにも関わってもらい、新しい形の図書館で、ニュータウンもある多摩の町の中で、情報を発信できるようなことを夢見てトライしていきたい。また、地域の図書館については、単に公が担うだけではなく、空き室の活用や団地の一室を提供してもらい、地域の人たちが自ら文庫あるいは図書室のようなものを立ち上げることによって、地域の拠点になっていく。それが地域包括ケアにもつながり、そして新しくできる本館機能を持つ図書館がうまく結びついていけば、素晴らしい街になっていくと語られました。残念ながら多くの市民にはこの市長の思いは今伝わっておりません。さらにこの唐木田図書館がなくなった後もこのスペースでどのような市民サービスをするのかも全く示されていないのが現状です。このような状態のまま図書館は閉館してあとは一緒に考えましょうでは行政としてあまりにも無責任であるとしか言えません。市民が情報を集めたり、活字に触れる場をどうしていくのか、また唐木田地域の方々に新たにどのようなサービスを展開していくのか、もっと具体的な案を示さなければ、今回の唐木田図書館の閉館は納得できるものではありません。しかしながら、この1年前の市長の図書館に対する熱い思いをこの場で閉ざし、財政的な解決の糸口もないまま、現状維持がベストの選択肢とも言えません。
市長には市民が希望を持てるまちづくりの具体的な提案を急いで示していただきたいとお願いします。それができるまで現状のまま存続を望み、趣旨採択の討論とさせていただきます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。岩永議員。岩永久香です。26陳情第23号、唐木田図書館の存続を求める陳情について委員長の報告どおり趣旨採択の立場から意見討論いたします。本陳情は公共施設の見直し方針と行動プログラムに端を発して提出されたものです。9月定例会の東寺方図書館存続を求める陳情に続く地域図書館存続を求める内容です。公共施設の見直し方針と行動プログラムについては繰り返しになりますが、大きな方向性には賛同しており、避けて通ることのできない問題として私たちも取り組まなければならないと考えています。しかしこちらも繰り返しになりますが、積み重ねられた議論の厚みを感じさせるような提案は乏しく、市民にとってはサービス低下としか受け止められない内容であることは明らかです。私たちの会派はこの際改めて公共施設の見直し方針と行動プログラムについて9月定例会でも主張したとおり、市長には軌道修正すべきところはすっきりさっぱり軌道修正する潔さを持ち、改めて市民とともに歩む姿勢を実践し、その経験を積み重ねながら次の展開を進めていってほしいと思っております。さて状況を踏まえ唐木田図書館問題について述べてまいります。本件はコミュニティセンター内に設置された図書館の存続を求める陳情であり、9月定例会で提出された東寺方図書館存続を求める陳情とは似て非なる課題として整理されるべきと考えています。なぜなら図書館は撤退したとしても退去した後の空間活用が同時に問われるからです。聖ヶ丘図書館についても同様であると指摘したいと思います。審査のやり取りの中では図書館撤退後の空間活用については、例えば医療、福祉、介護などの新しいニーズへの対応なども含めて提案していきたい旨の説明がされましたが、新たなニーズへの対応がより重視されるための図書館撤退なのでしょうか。それともコミュニティセンターからの図書館撤退は図書館政策全体の見直しの視点から積極的に地域図書館をなくしていく必要性からの提案なのでしょうか。そのどちらが優先されての今回の提案なのかいまいち不明です。今後ますます地域ケアの視点でまちづくりを展開していくことの必要性を認めます。しかし地域でのつながりをあまり持たない市民がふらりと立ち寄れる公共施設として、図書館は自宅に引きこもらずとも過ごせる地域の居場所の一つとして思いのほか重要な役割を果たしているのではないかと感じています。新たなニーズへの対応が重視されるにせよ、図書館が現状果たしている機能は地域ケアの観点からも無視できない側面もありそうに考えます。一方図書館政策全体の見直しの観点では、かねてから指摘されている図書館人件費削減問題、それ以上に図書館を担うことのできる専門性のある正規職員の先細り、また図書館の数を増やすことがイコール蔵書の充実につながっていない現実、またまちづくりの情報を蓄積し後世に伝えていくために果たす図書館の役割は重大だと考えていますが、その機能が十分に果たせているとは言い難い状況等、本来図書館が持つべき機能として改善すべき事項がいくつも存在しています。特に行政資料、公文書、ニュータウン関連資料の整理と保管にあたっては必要な人員が確保されておらず、残念ながら適切に行われているとは言い難い状況があります。まちづくりの歴史を保存する観点は、まちづくりの歴史を保存する観点では非常に憂慮すべき事態があると思っております。図書館として取り組むべきことにしっかりと取り組める体制づくり、
今後も職員の増員が見込めず、図書館費用全体についても圧縮が求められる中、図書館行政が新たな展開を目指していくことは当然のことと考えています。現に私たち市議会でも2年前の図書館行政に対する事務事業評価において、多摩市の図書館の育んできた歴史を評価しながらも、現在の体制を維持し、すべての図書館の運営を存続することは難しいとする意見をまとめています。ところが、その後、流れが大きく変わりました。公共施設見直し方針と行動プログラムの策定に向け、PPP-PFI 協会による調査委託が行われた結果、図書館については、多摩市が掲げている市民による市民のための市民の図書館という基本理念の理念とは、基本理念の実現とはかけ離れた提案がなされてきたのです。これは目から鱗で斬新な提案だったのかもしれませんが、多摩市の図書館が育んできた歴史は度外し、もちろん議会評価の内容も一切考慮されることはありませんでした。ある意味、調査委託したのだから至極当然とも言えるのかもしれませんが、正直その提案内容には愕然といたしました。教育委員会は約1000万円をかけた PPP-PFI 協会の調査報告書の内容を無視することなく、積極的に目新しい提案内容、その趣旨を反映させた新たな図書館行政展開への道筋を描き、公共施設見直し方針と行動プログラム内で方向性を示したと考えています。図書館庁の諮問機関である図書館協議会でも本件を話題にしていたと伺っていますが、本館移転に向けた具現化の道筋がおぼろげにも見えているとは言い難い状況で、その構想づくりだけを先んじてきたことも大変疑問に思っております。確かに現在の本館施設は暫定利用をおおむね10年とした説明を受け、旧西落合中学校跡地への移転を認めてきた経過がありますが、それにしてもあまりにも突然の鶴巻倉庫跡地への本館移転構想が一体何の辻褄合わせなのかと勘ぐりたくなるような提案であり、それに伴い市民の身近な場所にある図書館で育まれてきた文化を一切切り捨ててしまうような提案には、教育委員会における図書館の位置づけを再認識させられるものでした。私は本定例会の一般質問で社会教育の果たす役割を改めて考えていくべきと指摘をしましたが、それは取りも直さず図書館行政に対する教育委員会のみならず、市民自治を広げていくための情報発信としての図書館の役割を市長にも改めて考えてほしいと思ったからです。今回唐木田図書館に対しては、この後に議題となる窓口業務委託廃止を求める市民政策提案も併せて審査をいたしました。後ほどの討論でも述べますが、私たちは結論を出すためには慎重でありたいと思っています。まさに多摩市の将来を見通し、厳しくなることが予測できる財政状況を考慮し、公共施設を大切にかつ安全に維持しながら、市民が求める図書館行政の存続を改めて市民とともに協議をしていく必要性を強く感じております。私たち議会や一人一人の議員もまた、市長や行政の手法を批判するだけではなく、ともに町の未来を担う役割と責任の果たし方が問われています。結論を出すためには慎重でありたい。公共施設の見直し方針と行動プログラムに関して、個別施設に対する市民からの意見に耳を傾ける際の基本的態度でありたいと思います。そしてただ意見を聞く置くだけではなく、今後の展望を開くための提案を描くために議会も努力していきたいと思います。多摩市の現況を市民とともに共有できる分かりやすい市政運営、とりわけ議員や市民には徹底的に情報公開をし、その上で議論、協議、対話を重ねられる環境づくりを要望するとともに、まさに本来は図書館がまちづくりの情報発信拠点とし、市民のための情報公開を進めていく拠点になっていくことを併せて期待したいと思います。市民による市民のための市民の図書館が将来にわたって進化し続けることを願い、本陳情に対する趣旨採択の討論といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより26陳情第23号唐木田図書館の存続を求める陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに
賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告の通り趣旨採択することに決しました。これより26政策提案第4号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。小林議員。小林健一です。26政策提案第4号唐木田図書館の窓口業務委託廃止を求める市民政策提案について日本共産党多摩市議団を代表し採択の立場で意見討論を行います。論点は2つです。1点目は市長及び市教育委員会が多摩市の図書館の運営について直営を堅持するということを方針にしているのであれば陳情内容にあるように一刻も早く現在の民間委託を直営に戻すべきだということです。唐木田図書館は前渡辺市政時代の計画で職員不足と人件費削減を主な理由にして開館当初から窓口業務と開館業務の民間委託が導入されました。開館前の2010年4月に現安倍市政に代わり2年間に限って民間委託で行い2年の間にその後どうするかを判断し民間委託を継続するのか直営に戻すのかを決定することになりました。しかしその後公共施設の見直し方針と行動プログラム以下公共施設再配置方針と略します一体での図書館行政の見直し具体的には4つの地域図書館の廃止と本館及び2つの拠点図書館への集約という計画が持ち出されてきました。この動きの中で当初の2011年度12年度の2年間の業務委託がさらに延長され現在に至っています。市教育委員会は子ども教育常任会での質疑の中で直営を堅持するという大方針があるもとでどこまで民営化を続けるのかという問いに対しこの唐木田図書館の廃止を含む図書館行政の見直し計画がはっきりするまで民営化を続ける方針であることを明らかにしました。しかしそもそもこの図書館行政の見直し計画は公共施設再配置方針の中では今後10年間の中で決定していくステップ2の中に位置づけられており、しかも市長部局が公共施設再配置方針そのものがあくまでもたたき台であり、個別の施設をどうするかは住民との協議を行い、合意を得ていくと明言しているとおり、唐木田図書館を含む4つの地域図書館についても、その議論の出発点に立ったところです。そうであるならば、嘱託職員の雇用などを活用することも含めて、直営に戻すべきだと考えます。2つ目には民営化での業務委託の根本的な問題点を直視すべきだということです。この問題については唐木田図書館の運営形態について意見表明とする図書館協議会委員3名の意見特に業務委託の問題点の指摘はまさしくその通りだと私は考えます。今日はその中で2つの点について私の意見を申し上げます。1つは偽装請負の問題です。図書館業務の質は窓口業務も含めどれだけチームワークの質を高めることができるかで決まります。この点で業務委託では偽装請負と受け取られないために委託元の図書館側の職員が委託先の社員に直接指示ができません。これは直接指示を出すことができまたその必要があるほどに委託元にその業務についてのノウハウがあり反対に委託先にそのノウハウがないということになればそもそも委託をする必要がない。あえて委託をするのであればそれは請負を偽装してただただ人件費をカットするためだけに業務を委託しているという法律違反になるということによるものです。しかしチームワークの力を発揮するためには委託元の職員も委託先の社員も同じ図書館チームの一員として指示される援助される関係が必要です。この矛盾を解決するためには直営に戻すしかありません。もう一つは窓口業務の質を確保し充実させる経験の蓄積が委託先の企業の中にとどまり図書館全体には極めて反映されにくいということです。それどころか委託先の社員が現行のように全員が1年契約の契約社員ということであれば蓄積そのものが十分にされるのかどうかさえ極めて不安定です。
しかも長期にわたって1年契約が続くというのであれば、業務に対するモチベーションそのものが低下していくのではないでしょうか。そもそも窓口業務の意義は単に貸し出しの手続きをするだけではありません。そこで補足される情報は図書館業務全体に必要な情報となります。そのことを考えれば委託ではなく直営にすることが必要です。なお一刻も早くということについて言えば、直営に戻すことを決定し、嘱託職員など必要な雇用を確保し、引き継ぎを行うことになれば一定の時間が必要になります。そのことを踏まえた上での一刻も早くとすべきであることを申し添えておきます。以上で意見討論を終わります。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。新谷議員。新谷高見です。26政策提案第4号、唐木田図書館の窓口業務委託廃止を求める市民政策提案について、公明党を代表して、趣旨採択の立場で意見を述べさせていただきます。今回、提案者の指摘のように、経費面を見れば、賛同できる部分もあります。しかし、市側との質疑の中で、委託先の提案で新たに展開した事業もあり、単なる窓口業務以外にプラスになった部分も明らかになりました。多摩市のネットワーク図書館の在り方で委託先の力が存分に発揮できる環境ではない。その中で本提案は評価できる内容であると思っています。また現役で仕事をされている多くの市民の方からは、図書館についてもっと遅くまで開館してほしいとの要望が強く出ています。業務委託をやめてしまうと、すでに他の自治体が民間委託で行っている夜間9時や10時までの開館の道筋が閉ざされてしまう恐れがあります。また、残念なことに、多摩市の図書館は若者や子どもたちの利用が非常に少ない。特に青少教の健全育成委員会が行ったアンケートでは、小学生が放課後図書館に行くと回答した子はわずか 4% しかいません。現在の利用者のみではなく、新しい利用者層の拡大も多摩市の図書館の課題である。市民サービスの向上を考えると、若者や子どもたちに多く利用されている図書館運営の経験豊富な民間業者とのつながりを今すぐに切ってしまうのは得策と思えない。今回の政策提案は業務委託を一刻も早く廃止とのことだが、上記理由で賛同しかねる部分もあるので趣旨採択とさせていただきます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。岩永議員。岩永久香です。26政策提案第4号、唐木田図書館の窓口業務委託廃止を求める市民政策提案について、委員長の報告どおり、いろはの会を代表し、趣旨採択の立場から意見討論いたします。唐木田図書館の業務委託の問題は、地域間の充実による多摩市図書館政策の展開を進めていくための選択でした。図書館業務の拡大に伴い、解決すべきであった問題の深刻さは指摘するまでもなく、特に職員配置数と稼働人数の問題、頭打ちの資料購入費の問題、業務拡大に見合った庁内体制が確保できていると言い難い状況下での判断でした。業務委託に向けては、図書館運営にあたっての詳細な業務分析や棚卸しが行われ、多摩市図書館の特徴である蔵書全館一体型管理、運営は崩すことなく存続するための手法として整理してきた経過があります。その結果、直営を基本とした一部業務委託とする方向が示され、唐木田図書館については、開館業務委託という手法を用い、多摩市図書館行政の推進と発展を目指した取り組みが重ねられてきました。当時、唐木田図書館の運営手法を検討するにあたっては、嘱託職員による運営の方向も選択肢の一つでした。しかし、内部調整の結果、明らかになったのは、
担い手として期待される嘱託職員自身の抱える不安感の高さでした。正規職員との役割分担をどうしていくのか、図書館の今後目指す方向性の問題と嘱託職員自身の意識統一の問題など課題が浮き彫りになりました。またそれをフォローし支えきるための十分な体制づくりが確保されていなかったことは現場を見れば明らかでした。以上の経過があり、平成23年4月から唐木田図書館は開館業務の委託が開始いたしました。同時に多摩市立図書館の基本方針、運営方針が策定され、市民に対し改めて図書館行政推進の柱を明確に打ち出し、現在に至っています。以後、業務状況については、図書館協議会からの評価や利用者アンケートなども実施し、おおむね他の図書館と比較し、目立って遜色のある運営が行われているとの苦情などはなく、そこそこの利用満足度は維持できていると捉えています。一方、唐木田図書館の開館業務委託と同時に始まった東寺方図書館の嘱託職員による運営も大きな問題は発生しておらず、教育委員会が平成24年10月にまとめた多摩市立図書館の運営体制についての報告書の中では、今後の事業展開に嘱託職員による運営の拡大が一つの方策として盛り込まれております。この方針は、多摩市の図書館行政を発展していくための嘱託職員の期待が大きく込められたものと受け止めていました。しかし、現在も唐木田図書館の運営手法を検討していたときと、さして変わらない実態があることは指摘をしておきたいと思います。また、多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムが策定され、一つ一つ丁寧な積み重ねで構築されてきた図書館行政の展開にも大きな転換を考えていることも明らかにされています。本館の移転、それに伴う集約化の方針です。正直今や唐木田図書館の運営手法だけの問題を取り上げて議論する段階ではなくなったと判断しています。図書館行政のより良い展開について、市民が何をどう望んでいるのか、多摩市図書館行政が基調としている市民共同で作り上げていく図書館という重要な柱に立脚し、日に日に増してきている集約化方針に異議を唱える市民の方々と改めて協議していくことの必要性を感じます。仮にも集約化方針反対の声に応えていく必要があると判断された場合には、そのために必要な方策についても議論の俎上に上ってくるでしょう。そのためにも、本政策提案に賛同されている皆さんの願いを汲み取りつつも、結論を出すためには慎重でありたいと考えております。先に出資採択をした唐木田図書館の存続を求める陳情の討論でも述べたとおり、私たち議会もまた、一つ一つの事案に対し、対極的な見地から市民の皆さんと議論し、望ましい選択をしていくために汗をかいていきたいものです。以上申し上げ、本政策提案についての出資採択の討論といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。加藤議員。27番加藤松尾です。ただいま議題となっております26政策提案第4号。唐木田図書館の窓口業務委託廃止を求める市民政策提案に対する委員長報告は趣旨採択でありますが、私は本市民政策提案に対して採択すべきとの立場で意見討論申し上げます。唐木田図書館は図書館の指定管理者最大手 TRC 図書館流通センターへの一部業務委託で運営され、スタッフ9名で、週開館時間は46時間で、人件費は年間およそ3000万円であります。TRC によれば、公共図書館3234館のうち、約800の図書館で民間が運営に携わっているといいます。そして TRC は、指定管理者である186館を含め、全国で385館の図書館業務を受託をしております。日本図書館協会の統計によりますと、2012年に公共図書館で働く専任職員1万1652人のうち、司書もしくは司書補は6053人で、約 52% となっており、さらに公共図書館の非常勤職員や
臨時職員は約1万5800人とあり、専任職員を上回っております。これらの数字には私立図書館なども含まれていますが、現実は自治体直営の公立図書館であっても、現場には非常勤や臨時待遇の職員によって支えられていると言えます。ちなみに多摩市における図書館職員の内訳は、常勤職員38人、再任用職員5人、再雇用職員1人、嘱託職員31人、非常勤一般職員46人の計121人であります。支所有資格者数は職員24人で、こちらが 54.5%、そして嘱託職員31人で、こちらは 100% であります。ここで改めて各地域図書館の職員人件費について、去る子ども教育常任委員会で示された市側のデータを確認いたしますと、次のようになります。東寺方図書館は週開館時間42時間で、年間人件費は嘱託職員4名分、1200飛び9万4000円と、非常勤一般職88万円の計1297万4000円。豊岡図書館は週開館時間46時間で、常勤職員3名分2347万9000円、そして嘱託職員3名分の900飛んで7万円、非常勤一般職6名分の463万9000円を合わせた合計3718万8000円、ひじりが丘図書館は週開館時間46時間で、常勤職員2名分の1565万2000円と、嘱託職員2名分の600飛び4万7000円、非常勤一般職3名分273万6000円の合計2443万5000円となります。そして、唐木田図書館は先ほど申し上げましたように、TRC 図書館流通センターへの一部業務委託で運営され、スタッフ9人で週開館時間は46時間で、人件費は総額年間およそ3000万円であります。ここでいくつかのケースについて試算をしてみます。同じ週開館時間46時間の唐木田図書館と聖ヶ丘図書館を比較いたしますと、平成25年度の個人貸出冊数及び貸出冊数は、唐木田図書館は聖ヶ丘図書館の約 1.2 倍となっております。したがいまして、唐木田図書館は聖ヶ丘図書館の現行7人に2名の非常勤一般職を追加した体制で、およそ人件費総額2700万円で十分直営にて運営できるものと判断できます。同時に民間委託が直営に比べて必ずしも安いという根拠は完全に崩れ去っております。さらに仮に地域図書館4館すべてを東寺方図書館と同じ平日夕方5時までの開館とした週開館時間42時間とするならば、1297万4000円に4を乗じて、計5190万円が年間人件費総額となります。4館の現行人件費総額は1億459万円ですから、5269万円が削減できることになります。なお、以前から問題となっております、市職員の長期病欠者の実態が、現行の図書館行政にどのような影響を及ぼしているのか、今後の課題として引き続き調査検討していくべきと考えます。以上を申し上げ、本市民政策提案に対して採択の意見といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより26政策提案第4号、唐木田図書館の窓口業務委託廃止を求める市民政策提案を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。日程第31-26政策提案第5号、市議会での請願陳情政策提案の審議方法の改善についての市民政策提案提言を議題とし、委員長の報告を求めます。遠藤芽衣子議会運営委員長。
遠藤芽衣子です。12月17日に行いました議会運営委員会の審査経過と結果について報告いたします。審査案件は26政策提案第5号市議会での請願陳情政策提案の審議方法の改善についての市民政策提案提言についてです。冒頭提案者から例えば公共施設の再配置プログラムなど個々の課題について市民が行政に対して直接影響を与える法的な手段は少なくとも今の多摩市にはない、市民にとって個々の課題について自分たちの声を市に届けることができるほとんど唯一の手段が請願、陳情、政策提案として議会に提出することである。議会もその点を重視して建設的に丁寧にやる方法を考えいただきたくこの政策提案を提出した。イエスかノーかの結論だけでなくどの部分がイエスなのか、また請願陳情政策提案の中に新たに活用できる考えはないかなどの点からも審議の仕組みを再検討していただき、他の自治体の模範になるようなしっかりとしたものを作っていただきたい旨の発言がありました。引き続き委員間の意見交換を行いました。主な意見は次のとおりです。1つ、提案の中で遅滞なく迅速な対応をということでいたずらに継続審査を繰り返していると言われるが、我々はいたずらに先延ばししているわけではない。継続審査になる場合はより新たな資料が審査に必要な場合と慎重に審査する必要があると合意した場合に限られている。また曖昧さのない明確な決定をということについては趣旨採択の制度について再度他の議会のやり方なども調べて検討してもいいのではないかと思う。今の評決方法については検討する余地があると思うが、全国の事例なども踏まえた検討が必要だと思う。1つ、陳情や政策提案に対して会派がどのように考えているのかが具体的に市民に伝わる方法をもう少し工夫しなければいけないと感じている。1つ、趣旨採択が曖昧だというのはその通りだが、部分採択を認めている議会もある。部分採択を取り入れる場合は採択する部分をどのように測っていくのかが大きな問題である。また陳情等の提出者にも分かりやすい項目立てで提案していただく必要も出てくる。本会議での現状の評決方法の改善策として付託された委員会の審議内容は十分参考にして、本会議では各議員が陳情、請願、政策提案そのものに対して賛否を表明してはどうかとの提案だが、そうなると委員会に付託された意味がなくなってしまうので、この点は議論しなければいけないと思う。1つ、趣旨採択という意味はお互いの立場を尊重しつつ、かつ一遍にはいかないが少しでも流れを変えるという意味合いもある気がする。イエスかノーかが一番明確だが、お互いにおもんぱかる部分があり、なんとかいい方向に持っていってほしいという日本的な文化のようなものもある。しかし聞いている人がわからないような結論の導き方はしない方が良いと思う。1つ、趣旨採択については会派でもなくすべきという意見もあるが、これをなくしてしまうと陳情請願は文言審査なので不採択になるケースが増える気がする。そうなるとせっかく陳情しても何も生かされないので、趣旨採択は残した方がいいのではないかと思う。評決の方法は趣旨採択が多いにもかかわらず不採択になってしまう現状があるので、ここは何か方法がないか探っていく必要があると思う。1つ、部分採択も1つの考え方だと思うが、提案のすべてに反対するわけではないと意思表示できる形も残しておくべきではないかと思う。議会の総意が分かりづらいとのことだが、多摩市議会は委員会中心主義をとっており、このことにより少人数で深く議論することができるメリットがある。現状ではすべての議案を本会議で審議することは難しいので、委員会中心でやりながら市民に分かりやすい形で表現していく工夫になると思う。意見交換の後、この提案に対する結論を出すこととし、討論を求めました。1名の委員から、現状の不鮮明な部分を明確にしていこうという点においては、大いに賛同するものであり、提案内容全体の願意からすると、これはダメだというものはないので、採択すべきであるとの討論がありました。他の5名の委員からは、趣旨採択すべきとの立場で討論があり、本件については趣旨採択すべきものと決しました。趣旨採択すべきとする主な意見は次のとおりです。1つ、請願陳情政策提案については必ずしも今白黒をつけなければいけないのかと言われると、時系列的にいろいろあるという思いもしている。今後どうしていくのかという選択肢を残す意味で趣旨採択をしている場合もある。
もっと市民に分かりやすいよう工夫していかなければならないと痛感しているが、この提案通りにやるのがいいのか疑問が残っている。一つ、評決方法や議会頼りへの掲載の仕方などを議論する必要はあると思うが、提案者の認識について同意できないところもある。一つ、評決の仕方は分かりづらいと思っているので、一部採択や部分採択などの導入について検討は必要だと思う。一方、議会の総意が正確に結果に反映されていないのではとの指摘があるが、委員会に付託して議論し、その結果について賛否を取るので分かりにくいというのは理解できるが、多摩市議会の今の進め方ではやむを得ないと思う。しかし、皆さんから出た改善点については検討していく必要があると思う。一つ、市民に対して分かりやすくするということは議会の責務だと思うので、提案の趣旨については賛同するが、手段に関してはもう少し慎重に議論すべきと思っている。一つ、採択するには難しい部分もあり、不採択するには非常に建設的な提案もあるので、今後議員同士で議論していく部分がかなりあると思う。以上の意見を踏まえ、今後議会運営委員会として検討していくことを確認し、本政策提案に対する審査を終了いたしました。以上、議会運営委員会の報告を終わります。ただいまの委員長の報告、委員長の報告は終わりました。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより26政策提案第5号に対する討論に入ります。討論はありませんか。小林健一議員、すいません、もとい、まず本件に対する反対討論の発言を許します。次に、反対討論なしと認めます。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。小林健一議員、小林健一です。26政策提案第5号、市議会での請願陳情、政策提案の審議方法の改善についての市民政策提案、提言について、日本共産党、多摩市議団を代表して、趣旨採択の立場で意見討論を行います。まず、考慮点1で挙げている、遅滞なく迅速にとしている点です。これは継続審査についての意見ですが、現行では継続審査にするには、1、審査で事柄を深めるのに新たな資料が必要とされる場合と、2、より慎重な審査が必要とされる場合とに大別されると考えています。請願等が提出された場合は、速やかに審査し、結論を出すのが大原則であって、いたずらに議会の都合で先延ばしするようなことがあってはなりません。しかし、提案にあるように、継続は1回だけに限るというように限定するわけにはいかないと私は考えます。次に、曖昧性のない明確な決定を求めているという点で、これは趣旨採択という評決方法を指していると思われます。趣旨採択にする場合は、請願等の中身が1、全体として同意できるが、同意できないところもある。しかし、全体の概要を生かしたいという場合、2、請願項目等が複数ある場合、全部には同意できないが、一部には同意でき、部分採択あるいは一部採択にしたい場合とに分けることができます。後者については他の地方議会で採用しているところもあります。私自身は趣旨採択という評決方法は多摩市議会にとって必要と考えますが、市民にとって分かりやすい評決方法の確立の観点から、今後他の地方議会での実践も参考にして研究協議していく必要があると思います。次に、考慮点2で指摘されている先例運用申し合わせは曖昧なものなので、規則や条例要項として明文化すべきという意見です。私が考えるに、先例等は曖昧なものということではなく、過去にその時々で知恵を絞って対処した結果であり、そういうことで過去の事例になっているものです。検討を要すべき対応を迫られたとき、まずはこの先例等を参考にするのは当然だと思います。しかし、それはあくまでも参考にするということであって、現在の視点で対応を変更するということももちろんありえます。そういうことを繰り返す中で、対応の原則として固定化できる先例等については、要項、規則または条例として明文化していくことになります。2010年に制定した多摩市議会基本条例も、過去の多摩市議会での先例等を集大成して基本条例として明文化したものと私は認識しています。
次に考慮点3として指摘されている市議会議員の総意が正確に結果に反映されるものにという指摘です。確かに今の評決の出し方、態度の集約の仕方の中には、市民の目線で見て理解しがたい結果になる場合があります。現在の市議会での態度の集約の仕方として用いられているものは、長年の地方議会の歴史の中で曖昧さを残さないように考えられた一つの方法だと私は考えます。今後これまでの経緯もしっかりと検証することを前提に、より市民が理解できる評決方法、態度の集約の方法を検討していく必要があると思います。また、各議員の態度を議会代理に載せる方法についても、十分に吟味する必要があると思います。以上述べてきたように、この政策提案をきっかけに、改めて評決方法、議会代理での態度の表し方などについて、議会運営委員会等で議論、研究、検討していく必要があるということを申し上げて、趣旨採択の立場での意見討論とします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。堀戸議員。堀戸紗友子です。ただいま議題となっております26政策提案第5号、市議会での請願陳情政策提案の審議方法の改善についての市民政策提案提言については、委員長報告は趣旨採択ですが、私は採択の立場から意見討論をいたします。まず、市民が議会を傍聴し続けて、感じた不明確さの審議方法に率直に提案、提言を以下に示されたものであります。私たち議員は、市民に開かれた議会に向け、日々努力をしているところですが、市民からの提案、提言を真摯に受け止め、改善すべきは十分議論を尽くし、より市民に分かりやすい審議の在り方を改革すべきだと考えます。考慮点を見ますと、請願陳情政策提案は、議会は遅滞はなく迅速に曖昧さのない明確な決定がされるべきであるとされています。趣旨採択に対しては、疑義があり、市民が分かりづらいと指摘されています。長い議会制度の中で、良しとしたルールも市民の目線で見れば、不可解と感じるとすれば、前向きに建設的な思考をすべきだと考え、採択の意見討論といたします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより26政策提案第5号、市議会での請願陳情政策提案の審議方法の改善についての市民政策提案、提言を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。日程第32議員提出議案第13号、議員藤原正則君に対する懲罰の件を議題といたします。地方自治法第117条の規定により15番藤原正則議員の退場を求めます。法案について委員長の報告を求めます。遠藤千尋藤原正則議員への懲罰に関する特別委員長、26番遠藤千尋です。ただいま
議題になっております議員提出議案第13号、議員藤原正則君に対する懲罰の件について、以下のとおり委員長報告を申し上げます。はじめに、本件は平成26年12月3日の午後、藤原正則議員が本会議中に自民党を除く各会派控え室に無断で侵入し、本人に関する資料を持ち去った行為が多摩市議会会議規則第145条に反すると考えられたことから、会議規則154条第1項の規定により、藤原正則君に対する懲罰動議が13名の議員から提出されたものであります。動議の提出を受け、6名で構成される懲罰特別委員会が設置されました。平成26年12月5日、第1回の特別委員会が設置され、委員会人選や名称などが話し合われました。その結果、委員長に遠藤千尋、副委員長に安藤邦彦、委員に萩原茂春、折戸小夜子、佐久間睦美、小林健一、各議員が選出されました。また、委員会の名称が藤原正則議員への懲罰に関する特別委員会と決しました。12月9日に第2回の藤原正則議員への懲罰に関する特別委員会が開催され、この場では委員会公開の原則の確認、今後の委員会の進行や弁明の機会を設けることなどについて議論がなされました。翌週12月16日、第3回の懲罰委員会が開催されました。すでに本会議の場において懲罰動議発議者の説明質疑はなされているため、これを省略し、最初に藤原正則議員からの弁明、質問事項への回答の後、4名の委員からの質疑が行われました。続いて市議会事務局委員からの弁明がなされ、その後同じく4名の委員からの質疑が行われました。委員長を除く全委員による意見討論の結果、懲罰を科すべきものという意見が4名、懲罰を科すべきものではないという意見が1名あり、本件は懲罰を科すべきものと決しました。続いて科すべき懲罰についての意見討論がなされ、懲罰の種類はこれを議場による陳謝が賛成多数をもって決定されました。よって本特別委員会の結果としましては、陳謝を科すべきものと決しました。最後に陳謝文面についての協議が行われ、陳謝の文面については正副委員長を一任とされました。以上報告いたします。委員長の報告は終わりました。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより議員提出議案第13号に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議員提出議案第13号、藤原正則君に対する懲罰の件を挙手により採決いたします。法案に対する委員長の報告は、藤原正則議員に陳謝の懲罰を科すことです。法案に委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって、藤原正則議員に陳謝の懲罰を科すことは可決することに決しました。15番、藤原正則議員の入場を求めます。ただいまの議決に基づいて、これより藤原正則議員に懲罰の宣告を行います。藤原正則議員、その場でご起立ください。藤原正則議員に陳謝の懲罰を科します。それでは藤原正則議員に陳謝をさせます。藤原正則議員、登壇してください。藤原正則議員に陳謝文の朗読を命じます。私、藤原正則は平成26年12月3日の本会議開会中に、自会派を除く全会派の議員控室へ無断で侵入し、一部会派控室から私に関する文書を持ち出しました。この行為は多摩市議会としてはあってはならない行為であり、
多摩市議会会議規則第145条に言う議員は議会の品位を重んじなければならないに反しております。この場をお借りして陳謝申し上げます。今後私は市議会の品位を保持し秩序を守るよう努めます。平成26年12月19日多摩市議会議員藤原正則。これをもって議員藤原正則君に対する懲罰の件は終了いたします。日程第33所管事務の継続調査の申し出を議題といたします。総務常任委員長から委員会の所管する事務執行管理体制について会議規則第101条の規定により閉会中の継続調査をしたい旨の申し出があります。お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決しました。日程第34各常任委員会の特定事件継続調査の申し出を議題といたします。各常任委員長からのお手元に配布した継続調査事項表の特定事件につき会議規則第101条の規定により閉会中に継続調査したい旨の申し出があります。お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決しました。日程第35議員派遣の件を議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第161条の規定に基づき閉会中において議員の派遣を行う必要が生じた場合その日時場所目的及び派遣議員等については議長にご一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長に一任いただくことに決しました。日程第36、これより行政報告を行います。はい、安倍首相。それでは向かいの岡橋架橋整備工事括弧第二期工事受けに関わる訴訟の結果についてご報告を申し上げます。本市が平成22年9月に契約した向かいの岡橋架橋整備工事括弧第二期工事受けにおいて請負人である大木建設株式会社が平成23年11月に本件工事で発生したコンクリート柄を違法に河川敷に埋めたことが発覚しました。この事件は新聞各紙で取り上げられるとともに請負人の社員が廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されるなど大きく報道され市民の皆様にご心配とご迷惑をおかけすることとなりました。このことにより河川管理者である国土交通省が工事の一時中止を命じたため本市は工事の継続が不可能となったと判断し同年12月に大木建設株式会社との契約を解除しました。この契約解除に伴いこの工事を改めて別の請負業者に発注することに伴って余計に支出することとなった工事費用、埋設されたコンクリート柄の処分に要した費用等の3156万円余りの損害賠償と、すでに支払っていた前払い金6372万円余りの返還を求めて、平成24年3月と4月に大木建設株式会社に対し、2件の訴訟を提起しました。これに対し、相手方は、工事の一時中止命令では契約は履行不能とはなっていないことを前提に、この契約が履行不能になったのは市が別の請負業者と契約したことによるもので、その責任は市にあるとして、既払い金を除く契約金額全額1億3336万円余りの支払いを求める反訴を提起しました。本件訴訟において市は大木建設によるコンクリート柄の埋設が河川法に違反するもので、この違法行為に対して工事の一時中止が命じられた以上、契約は履行不能となり、解除は有効であることを主張したのに対し、大木建設は
コンクリート殻を埋めた事実は認めながらも、それは仮置きであるから責められる事由はなく、市には仮置きであることを国土交通省に説明する義務があったなどと主張しました。本件訴訟についてはおよそ2年間の審理を経て、本年4月17日に市の請求を全面的に認める第一審判決が言い渡されました。判決では市の契約解除の正当性を認め、相手方に対して市の請求額全額の支払いを命じる一方、相手方の反訴請求を棄却しました。この第一審判決に対して相手方が控訴したため、さらに控訴審である東京高等裁判所で審理が進められました。控訴審についてはおよそ半年間の審理を経て、本年11月25日に市の請求をおおむね認める控訴審判決が言い渡されました。なお控訴審判決においては、第一審判決で認められた損害賠償請求金額のうち、市職員の時間外手当、仮橋のリース料の一部、弁護士費用の一部等約418万円については損害として認められないとして減額されましたが、結論としては相手方に対し9111万円余り及び支払いまでの遅延損害金の支払いを命ずる内容となっています。この控訴審判決について、相手方には判決送達から2週間の上告期間が認められていましたが、今般相手方が上告しなかったことが確認されました。これにより市側勝訴の控訴審判決が確定し、本件訴訟が終了したことからご報告申し上げるものです。この間、議員の皆様並びに市民の皆様には多大なるご心配と、また地域住民の方にはご不便をおかけしましたことにつきましては心よりお詫び申し上げます。今後の対応といたしましては、判決で認められた債権の実現について努めてまいります。以上をご報告申し上げ、市長行政報告括弧その2受けといたします。これをもって行政報告を終わります。以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。会議を閉じます。これをもって平成26年度第4回多摩市議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。